皆さんこんばんはですね。もうね、さあ、オゾンポケットでね、東京の街、夜のね、散歩をしていきましょうか。まあ、散歩っていうか、もうさっきね、友達と、久々10年ぶりくらいかな、会いましてね。で、それで、ね、今、秋葉原で会ってね、帰るところなんですけど、なんか、雨が降ってきた。大丈夫かな？で、ちょっとね、僕もこの辺ほとんどね、その、地位っていうか、あれがよくわかんないもんですから、ちょっとね、画面正面の方に向けて、街の様子見ますか。さあ、カメラをね、前の方に向けました。こっちの方になんか橋があってね、わあ、すごく、あれですね、眺めいいですね。向こうの方にもなんか橋があって、こういうね、こう、屋台船的なものが、ずらーっとね、なんだ、何台か、出たりして、すごくね、風情があって、いいですね。そして、雨降ってきて、これ、大丈夫かな？よし、やっと、ホテルに帰ろう。今日は本当にね、もう稚内からね、東京に行くだけで、1日のほぼ、ね、8割が終わってしまった感じなんですよ。それなもんですからね、もう友達と会っても、まあ、今度数時間話して、ね、今回は終わりってことで、またね、いつか時間を見つけて、あれですね、ゆっくり話したいかなってね、思っています。よいしょ。で、やっぱり、こっちに来て思うのは、あれですね、夜なのにね、明るい。すごく明るいです。まあ、この辺はね、確かにもう、時間も時間、そろそろ夜の10時なんでね、だいぶ暗くなってきましたけど、それだったと、それで、だとしても、やっぱりね、なんだかんだ言ってね、すごいな、明るいな。ここの、カメラでもね、オズマアクションでも、まあ、なんとかね、見えるかと思いますね。全体的にどうなってるかって。ねえ。いやー、ほんと。もうホテルにパッとチェックインして、すぐ荷物ぶん投げて、友達に会いに行ったんでね、街のこととか全然見れてなかったですけど、なんだろうな。その建物がやっぱ縦に高いせいもあって、ね、すごい立体的ですよね。ほら、こんな感じ。ビルとか普通にあるんですよね。こんな大きいビル。ビルじゃないな。マンションか、アパートかな。とかね、こう面白い、おしゃれなお店があったりね。なんだかなーっていうね。明るいしね、あと電車、ね、たくさん来るし。そしてね、意外なことにね、まあ、こんな感じでね、歩き取りしててもね、割とみんな無関心でいてくれるっていうのは、まあ、結構いいことかなって僕的にはね、思いますね。さあ、そうそう、さっき秋葉原の駅に行ったら、でかいジンバル、多分あれ浪人ですね、浪人 S。そう、多分 GH5 かな。あれでね、なんか動画撮ってる人がね、結構いたり、ね、2、3人かな、いたりとか、あと、ね、オズモアクションと、ホヘムの、アイステリー、プロだったかな。あれでね、撮ってる人いました。もうね、こっちに来てから、何人？もう5人か6人くらいジンバル使ってる人いてね、あーすげえなーって思いましたね。やっぱいるんだな、こっちには、と。ね、だからね、こんな感じで、自撮り棒じゃないですかね、ここね、ウランチのね、この自撮り棒をつけてね、街とかをね、歩いていても、そんなに違和感が、ね、ないですね。はい。なんかすごい、おしゃれな、お店あるし、ファミマあるし、奥にはドミノピザあるし、っていう感じでね。なんか見ててやっぱ飽きないですね。まあ、この辺僕ほとんど来ることってか、住んでた時はね、全く来たこともないんでね、ちょっとね、明日あたりから、ね、面白そうな、なんかね、良さそうな、通りがね、結構、あるんですよね。ここはもうだいぶね、静かな場所なんで、あんまり大きい声出さないですけど。あ、でもなんかこういう通り、いいな、好きだな。細い路地がね、あった感じで。いいな、いいな。で、なんかね、やっぱ人が生活しているっていう感じがね、すごくしててね。いいね。何がいいんだかわかんないけど。まあ、商店街がなんかね、この辺、あるんですよね。あ、なんか見えてきた。こう、なんて言ったらいいんだろう。表側は割と古いじゃない、新しい建物があって、こっちのね、裏側に行くとね、なんかこういう、ね、下町商店街的な、こう、雰囲気のある場所がね、こうあったりして。あ、この通りもいいな。
いやー、ほんと、困っちゃうね。あんまり撮りたいもんがね、多すぎてね。ほんと、ね。これもね、明日あたり、見に行ってみましょうかね。喫茶店、デルフリ村っていうのかな、これ。ね。なんか面白い。あ、この通りもなんか、いいな。この電柱がまたなんかね、こう、ね、ごちゃっとしてて、で、ここにこう、スーッとまっすぐ、ね、道があったりして、なんかこういうの、ね、ゲートのポスターがあったりしてね。はい。まあまあ、こんな感じでね、明日からのね、ほんと動画撮影が、もう超楽しみ。で、ほんとはね、さっきジンバルね、つけてね、あ、ここで α6400 でちょろっと撮ろうかなって思ったんですけど、三脚がね、あのバックのどっかに、ね、行っちゃってね、もう今日は急遽ね、これで、行こうかなってね、思いました。あ、こういうなんかね、ほら、神社もなんかすごく、おしゃれですね。だだ広くないけどね、この、佇まいがまたね、素敵ですね。そして、こっちは、なんだろう、あ、もうこれ桜かなんかなの？咲いてんだよね、これね。ねえ、すごい。あ、ここだったら好感度、α6100 の方がいいんですけどね。まあ、こんな感じでね、ちょっとね、北海道じゃ見ることができない、この時期の桜とかね、明日からね、この辺はバリバリ撮っていきましょうか。はい。さあ、さてさて、それじゃあ、ホテルの方にね、向かって歩いていきましょう。まあ、明日からはね、本格的に、まあ、秋葉原とか、ね、行こうかなって思ってまして。ただね、明日も割とね、人とがっちり話す、時間が長いと思うんで、そうだなぁ。α6400 はとりあえず持っていくとして、オズモアクションと G6 MAX かな？できて。できなかったら本当に今日と同じ、こんな感じのね、あのカメラで、まあ、いろんな秋葉の面白い場所とか、まあ、風景とかバンバン撮っていこうかなってね、はい、思っています。いやぁ、来ちゃいましたね、やっぱり東京ね。なんか本当、こう、見知らぬ、場所をこういう風にね、歩くの僕は好きですけどね、こう動画撮るようになってから、ますます好きになった感じがありますよね。こうみんなにね、これ見せたいもん。この風景とかね、この景色をね、見せたい。アパホテルが、あ、向こうにあるんだ。へぇー。僕はちょっと反対側なんでね、行きましょうかね。はい。もうほら、ここ建物がね、高い。さっきも言ったけど。とにかくね、縦に縦に伸びてるからね。もって、あれなんですよね。空がね、狭いんですよ。全部建物に囲まれちゃってるからね。はい。さあ、ということで、そろそろ、ホテルのね、着くのでね、この辺に、しておきましょうか。ここまでね、見ていただきありがとうございます。この動画はね、皆様の何かの参考になれれば幸いです。で、ここもですね、東京の動画どんどん上げていきますんでね、ぜひチェックしてください。それではね、次回の動画でお会いしましょう。さよなら。